皆さんこんにちは、実り薬店の大下です。ダイエットの YouTube で引っかかってきたと思います。ダイエットといえば、玄米菜食という言葉がありますよね。玄米で痩せるのか、まあ低インシュリンダイエットから考えますとですね、白っぽいもの、柔らかいものというのはインシュリンがたくさん出るという GI 値というのが高く出るんですね。そして黒くて硬いものというのは GI 値が少ない、インシュリンがあんま出ないから、まあ、太りにくいと言われております。白米よりも玄米、フランスパンよりもライ麦パンというふうなイメージがあるんですが、まあ、玄米菜食のされている方はよく言われるんですけども、玄米というのはですね、利尿作用が強い、利尿作用が強いのでおしっこがよく出るんです。これはいいんです、一見痩せやすい。でもですね、冬場、まあ今冬は11月ですけど、冬場っていうのは魚も脂が乗ってきます。ですから体に脂を溜めるっていうのが一つの人間の、日本人のこの習性なわけですね。冬場に備えて脂を溜めて寒さをしのぐ、この時にですね、利尿作用が多いので脂肪もどんどん出ていけば体の中に脂が溜まらない、冬場やろうとしていることと逆になるわけですね。まあだから玄米はいつ食べてもいいと言えばはてなかなと思います。玄米がいつ食べたらいいのか、利尿作用が多い、そういう体から外に物が出るとき、実はいつやりに行ったら4月ですよね。4月といえば花粉症とか、そういう体から物が出ます。その時に一緒に玄米を食べていただければいいと思います。ですから玄米菜食もいいんですけども、玄米菜食をしててですね、例えば虫歯が多い子供さんとかですね、そういう栄養剤をとってもですね、栄養剤をとってもそういうのが体の外に出てしまうっていうのがあります。でも例えば痩せたいっていうんであれば、玄米はワンクール、まあ、4月、今11月のこの年末だけちょっとやってみるとか、2月だけやってみる、そういうした方がいいと思います。他の病気を持っている方なんか特にそうですね。他のサプリメントのええものもおしっことして出ちゃいますのでね。ですから玄米菜食、あ、ダイエットしたな、年末まで痩せないな、玄米菜食やってみよう、でもずっと続けない方が僕はいいと思います。うちでも玄米を、ダイエットの最初の方にプレゼントしてますけども、ワンクールぐらいの方が僕は玄米はいいと思いますので、一度、玄米の食べ方っていうのもね、一つ考えていただいたらいいかなと思います。こういう話をしながらカウンセリングをして皆さんに痩せていただいております。年内に10キロはちょっと無理かな、5キロぐらい痩せたいなと思う方、電話ください。お待ちしております。実り薬店の大下でした。よろしくお願いします。